30匹ぐらいですかね、うん、で譲渡した子はでも譲渡できずにうちに残ってる子5匹いるんですよ、うん、もうでもうちの子にして大きくなったんです。あ、月のやつ遊んでくれたんですけども、なんか1週間ぐらいでもうなんか3つ羽が生えてたんですけど全部抜けちゃってカサカサするの好きよね。あ、プラスチックですね。箱を置いて冷凍庫から取り出そうとしたらもう猫が咲いてないっていう。そう、5匹もいたらね。で娘そのシャベして送ったらそのまま送ってって言って。もうお酒飲みながらずっと話してる。先にこの保護犬ワンちゃんのモデルルーム、猫ちゃんはないんですかってお客様のお声がすごい多かったので、何されてるんですかって聞いて、そこから保護猫ちゃんを支援という形でこの触れ合いだったりとかできますってお話しして、あ、そうなんだっていう形で、なんか動物とか飼われたんですか。私は昔飼ってたんですけど、この子たちが欲しい欲しいは言ってるんですが、まだなかなかこっちに時間があれだったりとかするので、でもちゃんとね、覚悟がないと飼えないし、かわいい。猫は好きですか。はい、はい、あ、いいことですね。猫のぬいぐるみもいっぱいあるよね。お母さん、なんかプリクラとかトラとかやって、あ、そうそう、やったりとかをした。でも本物の猫の方がいい。 3D の画像、画像で飼ってる風にはしたね。でも本物がいい。ね、将来何になりたいか教えてもらっていい。トリマーさんになる。ほら、トリマーってどういう仕事？動物の毛を切る。毛を切る。多分。毛を切る。変えたよ。変えないんだよ。お母さんにプレッシャーが。ちっちゃい頃からこの動物と触れ合える機会っていうのはなくしちゃいけないなって思うので、こっちで保護犬、あと保護猫とやっぱ触れ合える機会っていうのはすごい大事だと思いますので。TNR 活動っていう野良猫ちゃんを避妊去勢をして、桜猫っていう耳を桜型にカットして地域に戻すっていう活動、そちらの方をまあ分かりやすくパネルにして貼り出ししてましたね。いろんな方にこの TNR 活動を知られたいい機会かなと思いますね。避妊去勢をやっぱりしないと猫ちゃんがやっぱ増え続けてしまうので、増やさないのも愛だと思うので、みんなが幸せになれるような世界に、はい、していきたいと思うので。